塔の香るを演じさせていただきました鈴鹿おじです。えー、あ,あいいあなんか素敵な目ですね。ちょっと目しか見えないですけどなんかあ,ありがとうございます。あの短い時間ですけどあのよろしくお願いします。皆さんこんばんはイーテーマリーです、えー、花城安寿役を演じさせていただきました、えー、皆さんお忙しい中。 あの夏の終わりにこの映画を選んでくださり足を運んでくださりありがとうございます、えー、短い時間ではありますが楽しんでゆっくりして帰ってくださいよろしくお願いいたします加賀翔平役の秦中タスクですすごいですね皆さんひまわりを持ってくださってるんですね むちゃむちゃ綺麗じゃないですかこの映画のシーンを思い起こさせるはい素敵な光景ですありがとうございます今日は楽しんでくださいよろしくお願いします川崎小春役を演じさせていただきました小宮有沙です、えー、本日は短い時間ですが皆さんと楽しい時間を過ごせたらいいなと思っておりますよろしくお願いしますえ皆様こんばんは当の可憐役を務めました小林誠蘭です本日はお越しいただきありがとうございますよろしくお願いしますえ監督を務めました田口智久と言います本日はどう よろししくお願いいたしますさあ,あの鈴鹿さん先ほど目しか見えないですけど、はい、いい目をされてるっておっしゃってましたが、はい、今日初日でお気持ち改めていかがですかいやーちょっとあのすっごい緊張というかドキドキしてたんですけど皆さんのなんか目を見ると良よかったのかなっていうのを受け取ってるので。 ちょっと安心しているっていうのとあとこう、やっぱり無事公開されたっていうことが本当に幸せだしこうして今日、この映画を選んでこの劇場に来てくださった皆さん本当に感謝しています。ありがとうございますす素晴らしかったですよねね映画ねさっき本当に上映後に自然と拍手が湧いていたのでそれが作品の感想かなと思います。 はい。伊藤さんは今のお気持ちとしては、皆さんを目の前にしていかがですか今回、あのー、アニメーションの声優ということで、まだ、こういうアニメーションの、アニメの舞台挨拶って慣れてなくって、すごい緊張しています。で、声優さん、プロの声優の皆さんに、あの、挟まれて、こういう風に立たせていただいてるのも、なんかこう、緊張、噛み締めつつも、あの、見てくださった皆様の、なんか目がすごく優しくて、 なんかなかなかこう映画を最近はこう見に行くのも大変な中でこうやって足を運んでくださってこう一人一人にどうでしたかってこう聞きたいようなどんな風に感じてこの映画を感じていただいたのかなっていう風に純粋に気になります。 えー、初日にこうやって選んできてくださるってことがまず、ねはい、本当にありがたいことだと思うんですが、はい、さんありがとうございますはい田口監督あの、完成を迎えて、はい、いよいよこうやって公開を迎えられたわけですけれども、はい、今ね、ねもう見ていただいたので具体的にお話いただいてもいいかなと思うんですが制作においてそのこだわってきたポイントですとか、はい、あのまた皆さんに見ていただくのに、まあ、これから2回、3回と見るのにここに注目してほしいなっていうポイントがあったらぜひ教えていただきたいんですがいかがでしょうか。あそうですねえー、と <laughs> 今回あのキャラクターの演技をえっとできるだけこの正確にリアルにやろうと思ってえっと溢れこう声を入れる作業をえっと絵を描き出す前にやっていてでそのもらった声に合わせてこう絵を作っていくっていうような作業をしていますなので結構そのえっとまあ声の演技と絵の演技がすごく一致しているというかえ不自然な感じなく えと画面に出てるんじゃないかなと思っていてそこはすごく映像現場のスタッフとともにこう作り込んでいった部分ですし、えー、背景に関してもかなりこだわっていて、えーとまあ、常にこう青空であったりとか空模様、まあ、雨が降ったりとかっていう空模様が出てくると思うんですけどそこの色合いであったりとか調子を一応全部こう変えているというそういう結構途方もないこ細かい、えー 調整を繰り返しながら作っていますので、あの2度3度見てもらえるとちょっと分かってくるところもあるかなと思います。そのあたりはあの作画総監督の矢吹さんとかとこう試行錯誤されて作っていったわけですね。あ、そうですね。はい、皆さんね。今青っていうポイントが出ました。けれども、今日もお衣装。皆さん青で。 お越しいただいてブルー系でねまとめていただいて素敵ですはいありがとうございますありがとうございますはい。褒められると <laughs> 畑中さんはあのまあ今回本作においては舞台札初登壇ということになりますよねそうですね,ですね、はい、初めてです伊藤さんもねさっきあの声優さんに囲まれてっていう話もされてましたけれども、はい、あのまず作品にへ、えー、の感想は畑中さんどんな感想をお持ちになりましたかいやそうですねあの あの2人のなんかこうなんだろうな2人の距離が近づいていく過程だったりとかものすごくやっぱりなんだろう憧れた青春がちゃんとそこにあるけどもう水族館のシーンとかも、まあ、結局あのねあの身の上話の話になるからちょっとシリアスにはなりますけどこのやってることとしてはもう,もうとっても尊いことをしてまして2人が。だかからそんんなな人がこうなんか 離れ離れになっていくのもすごく胸が、えー、締め付けられて切なくなったしもうだからこそやっぱりラストシーンの、うん、感動がすごくて僕もやっぱりあの劇場ではまだ見れてないんですけど自分の自宅で見たときは本当に自然に涙が出てきてしまった、うん、すごく本当に感動しましまた、はい、皆さんの声やキャラクターももちろんですが絵の強さみたいなものがね本当迫ってくる作品ですひまわりのところとかすごかったですね。ね<ー>本当にバーンと がが入ってくる感じご自身が演じられた加賀についてはどんなことを感じられました演じてみとにかく主演のお二人がものすごくあの繊細で自然なお芝居をされていてだからちょっとそこに溶け込みたいなという気持ちもあったしあとは監督もあのそのこだわりというかやっぱりそこにと溶け込んでほしいというところもあったのでもうとにかくから体の力抜いて。はい 自然に演じたいなというか自然な距離感でいたいなっていうのは意識しましまた、はい、薫の友人とということでねそして小宮さんあのインパクトのある登場だったかと思うんですけれども、はい、この小春演じられていかがでした、はい、あの私は主演のお二人と一緒にアフレコをさせていただけたのですごくお芝居がもうやりやすくて本当にありがとうございました一緒にアフレコさせていただいて。楽しかったですね <laughs> まりえちゃんとは以前からお会いしたこともあったのでなんか久しぶりに現場で再会できてすごい嬉しかったですそれも。はい、で小春はまあ嫌なやつに見えると思うんですけどでもなんかその途中のね回想じゃないけどシーンとかでこう本当はいい子だったりとかする部分も見えたり原作読んでくださった方はきっと もっともっとさらに愛らしい部分とかも知ってくださってると思うのでなんかその分この今回の,あの見える部分ではもう思いっきり嫌われようと思ってととことんいじめてやりました,いかがでした <laughs> 作品全体としては「いかがでしした作品全体とては初号死者」っていうあのアニメーション作ってらっしゃるスタッフさん方も見られる劇場で見れる死者を私も 同じ時に見させてていいただいてその時に完成披露試写会あったと思うんですけどその後だったんですけどその完成披露試写会の後にも皆さんあの本当にいい作品にするために作業を続けてるっていうのを伺ってでそこにいらっしゃるスタッフさんたちもああだったねこうだったねっていうのをこうちょっとずつこう聞こえてくるというか席で話しているお話があそうだったんだって思いながら映画を見たらやっぱり。 絵がとても綺麗で本当に細かいところまでもう映像かなって思うぐらい実写かなって思うぐらい素敵で特にお水とかの表現も素晴らしいですしなんかうわ素敵だなって思いながら見させていたただきました、はい、感想を聞いて監督のニヤニヤが止まらなくなって <laughs> <laughs> いやいやいやありがとうございます。 ありがとうございます。はい、小林さんにも伺いたいんですが、はい、今回カオルの妹であるカレンを演じられてみて、はい、まずその役柄として演じての印象を伺っていいですか。そうですね。うん、最初にこうお話台本いただいて読んだ時に、これはとんでもない役だぞっていうか、あのやっぱりお兄ちゃんの後押しをしなければいけない役なので、自分の中ではすごく。 責任重大だっていうかしっかりしなきゃっていうしっかり押し出してあげなきゃっていうこう思いが強かったんですけど実際この「アフレコ」収録する時にちょっと私がやっぱり考えすぎてした部分があったかなっていうのがあってそれがあの監督にうもうちょっとキャピキャピしてて大丈夫ってちょっと衝撃だったのがもうちょっとギャルっぽくてもみたいな <laughs> 一言があってでもまあ 例えだと思うんですけど、なんかそういうふうに言っていただいたのを聞いてこう純粋に妹でいようっていうのを意識してすごい撮ることができましたしなんだろうすごく撮ってる中で自分が画面の前で喋ってるっていうより実際にその世界に入って喋ってるような感覚っていうのがあったのですごく楽しかったです。 全あのー、さっき小宮さんもお話しされてたんですけど絵がもうめちゃめちゃ綺麗だっていうのが最初に受けた印象でなんかパンフレットかなコメントにも書いたかもしれないんですけど交差していくシーンっていうのがあってその飛行機雲とかがすれ違ったりとかそういうシーンがこう くんとアンズちゃんがこう何か関係性に進展があった時に何かが後ろで交差していくっていうのが演出最初見た時にすごい感動して何かなんだろうお話だけじゃなくて背景までが物語になってるっていうのが私の中で見た時にすごくワクワクした部分でとても楽しかったです。 ございます皆さんのご感想もね伺ってより皆さんこう見ていただいた後の作品にこう厚みがまた生まれているのかなと思いますけれども初登壇の皆さんにはキャラクターについても演じられた役柄についても伺ってきましたがさあ続いてはですねあの今回タイトルの「夏へのトンネルさよならの出口」にちなみまして皆さんに夏の今年の夏の思い出をお書きいただいておりますので、まあ、9月もね はい、9日ということで、夏の思い出をそれぞれ伺っていきたいと思います。じゃあお渡ししますので、これ一斉に開けていただきたいと思いますので、お待ちくださいね。 ちょっと不安です。皆不安だと思います。発表するほどのいやそうなんです。クリップに書くほどの考えるのは難しかったです。いや皆さん意外とそうだと思いますよ。大丈夫ですよ。お気になさらず。では一斉にオープンしていただきたいと思います。どうぞ。しかもちょっと字ちっちゃく書いちゃいました。遠くの後ろの人が見えないかもしれない。 じゃあ順番にあのひとお一人ずつ当てさせていただくので読んでいただいて内容もお話しいただきたいと思いますが田口監督から言ってもいいい、ですかはい、あの私はあの息子と海へ行ったことっていうう本当にあの夏忙しくて全然何もできてなかったんですけど、まあ、この間、唯一こういうことができて、えー、行ってまいりました。そうですか やっぱり作品携わってるとなかなかね一緒に遊びに行くってこと難しいですよね。あ、そうですね。どうしてもバタバタしちゃうんで、でね、なかなか時間取れないですよね。ね、ありがとうございます。じゃあ小林さんおなりっていいですか。か、はい、読み上げていただいて。はい、監督と少し変わってしまった部分もあるんですけど、すみません。はい、人生初一人で海に行ったことです。え,え,え危ないよ。一人で。はい、あのー、なんかこう夏休み。 始まったぐらいの頃にふとこうぼーっとしてたらお昼に海行きたいかもって思ってすごいあの泳げないんですけど私<あ>あの泳ぐ目的ではなく見る目的で<ー>一人で電車に乗りあの海を見に行ってあの実際夏休みの思い出他にもいっぱいあったんですけどその中でも海に行った時に海に行くまでの道がひまわり畑になってて。 すすごく綺麗だったんですよ景色がなので「今回思い出の話,話ありますか?」って言われた時に「そういえばポスターにもひまわりがあるじゃない」と思ってこの話にしましたすごくいい思い出になりましたいやーしかし伊藤さんお一人で海ってなかなか勇気がもうありますよね私は行ったことないででです一人ででも、まあ、おひ ちょっとなんかセイランちゃんすごいちっちゃい時から私を見てるからなんか心配一人で大丈夫だったかなってちょっ <laughs> 大丈夫迷子にならずに帰れました <laughs> い,いい思い出ですね <laughs>、はい、何時間ぐらいいたんですかうんでも2時間とかそれぐらいですね<ー>大人の楽しみそうですねと大人っぽい <laughs>、はい、ありがとうございます <laughs>、はい、さあ続いて小宮さんに 読み上げていただいいいてよろしいでしでょうかいやちょっとこの後にすごい言いづらいんですけど <laughs> サプリを飲これがあのもう私ちょっとこんな服を着ていて申し訳ないんですけどもう今28歳なんですけどもうやっぱ30代に向けてアンチエイジングを始めたいと思って <laughs> あのいろいろビタミンを摂取することを始めて本当はもっと。 いいお話ができればよかったんですが何もしてなくてカレンダーを見返したんですけど何も思い出がなくこれが一番何か続けてることかもと思ってなんかはいサプリが毎日何のサプリなんですかそれは めっちゃ健康的なやつですね、そうです、畠中さん、<ー>サプリに興味があるんですかいや、まあ、僕も同じ28歳なので、<laughs> まあ、そろそろ来るなっていう感じで <laughs> じゃあ、あので教えますって、あじゃあ、お願いします。<laughs> サプリが印象に残るぐらい、<laughs> はい、他はもうお仕事で忙しくされてたってことですねあとはあのピラティスししてままたた <laughs> それもアンンチエイジングのために <laughs> すい<ま>せん <laughs> いろいろ動き出した夏だったわけですね。はい、す動き始めました。はい、健康的です。はい、ありがとうございます。いますはい。そして田中さん読んでいただいていいですか。あ、う馬と走った。<laughs> いやあの、えー、これはいやあのば番番番組ですよ。もちろん個人的に馬と走りに行ったわけじゃなくて、あの馬に乗ったわけでもなく馬の横を走ったんですね、えー。そっちの方が衝撃的ですけどね。<laughs> 番組でなんか一回なんかちょっと声優 V.S 馬っていう企画されました。絶対勝てない。<laughs> そうう絶対勝てなないいと思うじゃないですかだから人間側でちょっとハンデをもらって走ったんですけどちょっと第1走者目で絶対負けなきゃいけないところをちょっと勝っちゃってそうあの練習しすぎたんですよちょっと僕もだから28歳だからもう 250m 走るんですけども。えー 準備しますよねやっぱり。だから俺もあの家からコンビニまでずっと練習してたんです。よ走って。しかもね競走馬なんですよね。元競走馬。も競走馬だからやっばいなと思ったらもう全然馬やる気なくて、そうお尻三回叩いても走んなかった。それで勝っちゃった夏でした。すごく楽しかったです。楽しかったです。声優バーサス馬のあのパンチラインがすごすぎて今。そうですね。すごいですね。夏の思い出。そこで見れるんですかそれは。もう。 放送はあのもう放送は終わっちゃったので安ま安倍まさんなんですけれども見れるかもしれないですね。はい。いやでも見なくていいと思います。気になっちゃいます。見なくていいかもっていう気になりますよね。見たことないです。よく。競争する番組って勝っちゃっただけなんです。ただそれだけです。 貴重なエピソードですよ。馬と走るってなかなかいないですからね。いや、そう,そうですね。楽しかったです。はい。ありがとうございます。では、飯豊さん、いよいよ発表をお願いします。はい、私プリクラって書いてるんですけど、あの、私はこの夏は、ちょっと、掲示物をやってて、なかなかお休みがなかったんですが、お休みできたときに、友人と、 あのお茶をした時にプリクラって学生以来撮ってないねっていう話になりプリクラを久しぶりに取りに行きましたはいで今のプリクラのもう機能がすごくってもう顔がすごい綺麗になるんですよそれでこう笑いながらいい思い出になりましたそうですかあれすごい顔になりませんもう顔がががててて目大きく肌真っっ白になって みみんななな同じ顔みたいな <laughs> 整い整すぎちゃって <laughs> なんか方向性というかそのなんかこうどんな顔になりたいかっていうのを最初に選べてこうなんかこうなんて言うんですかねこう美人系か可愛らしい系ってこう美人系を選んだらこうすごい顔が整っちゃって4人でプリクラ撮ったんですけどみんなシュッとしちゃって <laughs> それもいい思い出です。はい 落書きとかするの楽しいんですよね。落書きすごい楽しかったです。ね、なんか学生時代こういう落書きしてたよねとか。こう一緒には過ごしてない友達なんですけど、学生時代。こう、なんかその時に、こう盛り上がったので、すごいプリクラって楽しいなって。やっぱ思いました。ほほえま、それをそっと陰から見守りたいですね。多分通報されると思うんですけど。<laughs> はい。鈴鹿さんにも発表していただいていいですか。はい。えー、うわあ。 どうしたんですか、んかで大丈夫ですよ。いっぱい書いた。何な、な書いたんですか。観覧車のライトアップが消える瞬間を見たことです。無責めっちゃいいじゃないですか。板の歌詞みたいですよ。<laughs> いや、いや、めっちゃいいですよ。いや、ただ、あの、じ、同じ事務所の経典枠っていう、あの。人が、俳優がいるんですけど。あの。二人で夜。ちょっとドライブしようって言って、あの。 あの、レンガのとこ、あのー横浜ののはいはいはい、赤レンガの赤レンガとこ行って観覧車とか船とか見てました <laughs> でも本当、いやあの僕も夜景を見に行ったんですそうですねいや、夜景を見たかったわけでもなく海が見たかった海が見たかったわけでもない。くてドライブがした赤レンガかなじゃあ赤レンガ見たかった <laughs> 赤レンガもあんまそっか 行きいたたここがそだっんですすごいじゃないですかものすごい本能でそこ行きましたねだとしたら偶然ライトアップしてたのが消えてうわあ観覧車なくなったって2人で言ってくななってはどこ行ったんだろうねってんかそういう話を。 したけど僕もちょっとあのなんか六本木のいろいろその撮影とかがあって六本木の撮影六本木クラスね六本木クラスがあったりとかしてあのあんまその夏の夏はねみんな忙しいよね思い出っていうのもなくてでもすごい思い出です夏のスティング俺そばで見守りたいですもんいやいやなんかずっとこう聞いててうわ自分のしょぼいなそぼくらいしょぼい めっちゃいいですよね素敵ですよ素ですよこのまま歌詞にしたい本当に鈴鹿くんらしい感じ本当にいいしかもなんかもう短歌としても完成されてるという素晴らしい短歌になってますかいや、あの、すみませんそういことじゃないと思うんだけどそうそうそうまるで歌詞のように素敵なね短い歌としてねそうそうはい、ということで皆さんに夏の思い出を伺ってまいりました皆さんありがとうございました というところでちょっとね、お時間もこういう幸せなと時間はあっという間に過ぎていくんですが、最後にあの今日お越しいただいた皆さん、そしてこれから映画を見ていただくあのこの先にいる皆さんに一言ずつお一人ずついただいて大丈夫ですかね。お話最後にメッセージをいただきたいと思います。田口監督からよろしいでしょうか。はい、えっ、ー、と頑張って作ってえっ、ー、とようやく皆さんに公開。 できるようになりました。えっと二度三度ちょっと足を運んでいただいて、たくさんの人に見てもらいたいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。小林さんお願いします。はい。えっと本日お越しいただいてありがとうございました。えっとまだこれから見るという方ももう一回見るよという方もぜひあの私と同世代の方にも見ていただきたいなと思っていて、やっぱり高校最後の 青春というかな、そういう、私は高校3年なので高校最後なんですけれども、もう、なんだろうな、こう、もっともっと青春っていうのを味わいたい思いになる作品だと思いますので、皆さんはぜひお友達とでも、あの、一人で私が海に行ったように一人でも、ぜ、は、ひ、い、見に来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。 そして小宮さんからもお願いします。はい。えー、本日は皆さんお越しいただきまして本当にありがとうございました。えー、そうですね。あの、お一人で見てももちろん楽しめますし、なんかご家族とか自分の大切な方と一緒に見ても、こう、よりその隣にいる方が大切に思えてくる、そんな素敵な映画になっておると思いますので、何度も何度も見ていただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。ありがとうございます。 続いいい、て、畑中さんお願いします。すはいえー、そうですね。この映画あのだから高校生とか若い時に見てで感動するところとまた年齢が上がってあの大人になって見るのもまた違うと思うんですよ。それぐらいなんかすごく繊細にあのお芝居されてるなーっていうのとすごく繊細な絵だなーって思いますので。あのー こうやって公開されましたけどまたこれも長く楽しまれる作品になってくれればなと思いますので、えー、皆さんぜひぜひまた何度でも見てくださいよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございますそして飯豊さんお願いしますはい、えー、こうやって無事に今日夏へのトンネルさよならの出口が無事公開できて皆さんの元に届いたという一つ安堵という気持ちです えー、そうですね、この浦島トンネルを通して、こう、今を捨てて、今を捨ててでもこう、過去にをこう取り戻したいという、なかなかこう、あの、勇気がいる選択をした、こう、二人の、こう、物語ではありましたけど、そのなんかこう、孤独な気持ちっていうのが、こう、うん、照らされるような、 あの思い出やあの人が皆さんの,あのそばにもあったらいいなっていうふうにあの私は思いました、はい、何度でもこの映画を楽しんでいただきたいなと思いますこれからも、はい、この映画をよろしくお願いします本日は短い時間でしたがありがとうございましたありがとうございます鈴鹿さんお願いしますはい、えー、本日はお集まりいただき本当にありがとうございました あのなんだろうなこう、うん、まあの遠野くんと花城杏洲さんの2人がなんかこう自分のなんだろうなこう直面する壁を乗り越えようとするそのなんか一歩踏み出すその姿っていうのは僕はすごく素敵だなと思ったしそういうなんか自分の歩んでいく中で向き合う問題とかにこうまっすぐ。 向き合っていける人すごくやっぱり素敵だなって思ったりしてますあのうんはいあのなんかこう本当にこの今日公開されてこう皆さんがこうして今日見てくださってあのなんか胸のどこか 片隅でもずっと残り続けてなんか来年のこの時期とか再来年のこの時期とかにまたなんか思い出してもらえたりだとかなんかなんだろうなずっと残り続ける作品になればいいなっていう願いもあるしそういう作品になると思っていますので。 本当、えー、に締めが苦手でちょっと、えー、のでのであまた何回、えー、でも劇場で見てくださいよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました。